そうですね、本格的に、勉強しようと思って書き始めたのは20代中頃からだったんですけど、それまでは小さい頃に、よく漫画の模写したりとか、教科書に落書きしたりってことをよくやってました。よくやってたのは、ドラゴンボールであったりとか、遊戯王であったりとか、結構少年漫画とかが多かったです。20代中頃からまた本格的にちょっと勉強したいなってことで、ちょっとイラストの専門学校に入り直したんですけど、その時に授業をしながら、それとは別になんかイラストのコンペとかにガンガン投稿したりとかしていってたんですけど、そこからちょっと声がかかるようになったりとか、SNS にイラスト投稿してたら、そこから仕事に発展したりっていうことが、あって、それからその絵の仕事を本格的にしようかなっていうふうになりました。その前に前職はデザイン系の仕事をしてたんですけど、グラフィックデザインで飲食店のロゴとか、メニュー表とかそういうの作ってたんですけど、その時に、たまにロゴマークの隣に、キャラクター描いたりとか、料理のイラスト描いたりっていう機会があって、やっていくうちに、絵を描く仕事にちょっと興味持ち始めて、楽しいなって思うようになって、ちょっと勉強本格的にしたいなと思って、そうですね、専門学校に入ることに決めました。仕事を呼ぶところと、単純に、ファンの方がどんどん増えていったっていうところと、別なのかなっていうのがあって、風景のイラストをきれいに仕上げるっていうところを意識してやってたんですけど、そういうところから、結構、ゲームとか、アニメとかでも結構背景って取り入れられるものが多いと思うんですけど、そういう仕事の声をいただいたりとか、ファンの方とかに関しては、自分の書いてるところの場面、舞台っていうのは、もともと知ってたりとか、そういうとこ知らなかったっていう人がちょっとリアクションをいただいたりとかっていうことがあって、そこでちょっとキャッチボールとかが生まれたりっていうことが、ありました。そうですね、それこそ、ネットとかによくあるような、みんながこの 風景好きとか、結構定番のものってあると思うんですけど、そういうものももちろん書くこともあるんですけど、自分が実際その、土地とかに訪れて、自分が結構そのいいと思ったその感覚みたいなものを結構大事にすることはあって、それがちょっとマニアックなものってあったりとか、誰も知らないような場所であったりしても、自分がいいと思ったら、少なくとも100人か1000人ぐらいは共感してくれる人いると思うので、それをちょっと信じて、その方に向けて制作をしているっていうようなイメージでやってます。もともとはどちらかというとあまりどこにも出かけない方で、当時京都に住んでいて、そういう風景の勉強とか始める頃は、京都の身の回りの場所とかに訪れてたんですけど、そういう京都のイラストとか上げていくと、だんだんこういうとこにも行ってほしいって声いただいたりとか、うちの地元に来てほしいみたいなものをいただくようになったので、じゃあこれを旅っていう企画と、組み合わせてやっていったら結構面白いんじゃないかなと思って、なのでそこから旅っていうのを始めるようになりました。もともとはそうですね、背景とか風景の練習しようと思った時に、それこそ京都に住んでたので、すごいいいモチーフがたくさんあるので、実際撮ってそれを模写とか線画に起こして、塗りだけ、自分の力でやるみたいな練習としてやってたんですけど、その旅っていうことと絡めると、いろんなところに行くっていうのがまずすごい、大事なポイントなのかなと思って、なのでたくさんの風景を描く必要があったで、なるべく早く、済ませたいっていうことで、なので、写真をなるべくそのまま使った方が効率がいいんじゃないかっていうことに思い出して、でまた自分がもともとそのデザイナー出身っていうのもあるので、結構その一から書き上げるってことにすごい執着があるわけじゃないので、結構そこは臨機応変に、じゃあこういういろんな場所を書くことでいろんな人が喜んでもらえるんだったら、自分はそっちに力入れた作家になればいいかなっていうことで、そういうふうに写真加工っていうのを取り入れるようになりました。
それまでは、イラスト絵を描くことってすごいなんか芸術的というかセンスが必要で感覚的なものなのかなって思ってたんですけど、中村祐介さん、イラストレーターさんの中村祐介さんのなんか話とかをちょっとネットを通して伺ってたりすると、結構すごい論理的で、まあ、なんでこういうところにこういうモチーフがあるのかとか、なんでこういう角度を向かせてるのかってすごい論理的に説明されてて、あ、かなりなんか感覚的じゃなくてそういうところが何でしょう、論理的に組み立てることで自分もそういう魅力的なものを作れるんじゃないかっていうことにちょっと気づけたので、かなり考え方の参考にさせていただいてます。そうですね、まあ、自分が今旅して、絵を描くっていうことをやってるんですけど、これをどん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 広げていって、まあ、例えばその地域の方と、地域の地方とコラボして、いろんなところに自分のイラストを貸していただいたりとか、ちょっとわからないですけど、なんか自分のキャラクターとその地方のゆるキャラとコラボしていただいたりとかで、いろんなところに行って自分の作品が見れるような環境に、できたらいいなと思って頑張っています。